皆さんこんにちは、えー、先日ある雑誌を読んでおりましたら「人類を変えた3つのリンゴ」というエッセイが載ってたんです、えー、一つ目のリンゴはコンピューターの会社アップル社のリンゴです、えー、スティーブ・ジョブズという人が作った会社なんですけどねこのアップル社リンゴという名前の会社が作った iPodiPadiPhone これ3つ使ってる人をリンゴ病重症者と言うそうですがまあ我が家にもね随分リンゴ病にかかってる人が多いこれによって21世紀のライフスタイルがすっかり変わってしまいました2つ目のリンゴはニュートンのリンゴですニュートンはリンゴが地面にポトッと落ちるのを見てねリンゴは地面に落ちるのにどうして月は落ちてこないんだろうって普通思う 普通は誰も見てないやろうなと、こっそり食べるんじゃないかと思うんですけれども、全てのものには万有引力がある。重力、重さがあるものには、それを引っ張る力があるって言うんですよね。月が落ちてこないのは、太陽が月を引っ張る力と、地球が月を引っ張る力が釣り合うからです。そう考えていったら、宇宙というのは、この人類が生き延びていくために、ものすごい、 バランスの上に成りり立っているっていうことこが分かりますよねニュートンがそれを発見したクリスチャンですよ。彼は晩年は科学についての本よりも聖書の中を昇格その冊数の方が多いのです。それからそれよりも何よりも一番人類に大きな影響を与えたリンゴっていうのはね人類一番最初の人間アダムが食べた善悪の知識の木っていうんです。であれはリンゴじゃない。 リンゴではないんですけれどもヨーロッパの宗教画を見るとみんなリンゴの形してるんですよ。木の実といいますとこのリンゴが一番イメージしやすいんですよね。神様は一番最初の人間を罪のない状態として完全なものとしてお作りになったそして完全な環境をエデンの園に置いたんですが一つだけルールを定めました園の中央にあるこの善悪の知識の実禁断の好みから取って食べてはならない。 これ取って食べたら神様みたいになりますよ。神様はあなた方がライバルになるのを恐れてるんですよ。で彼は迷った末にその木の実を取って食べたがことによって人類の一番最初の人に罪が入ったそれがうわーっと全人類に広がって今の混乱の原因となったというふうに言うわけですね。まあ、これが一番大きな影響である。神話じゃない。本当です。 である方はこれを聞きますとね「神様ってなんでそもそもそういう危ないもん置いとく?」そんな生やしとくから「とんねえや」と「置く方が悪いわ」みたいなね、まあ、そういう疑問をお持ちになる方がいらっしゃるかもしれませんね私も最初そう思っていましたしかし今は考えを変えました皆さんあの新婚時代のカップルってすごい仲良しでしょ どんな新婚のカップルでもね新婚時代っていうのは仲良しですなんで仲良しなのかといったら試されてないからですだけど一緒に生活してたらね「えー、はあほんまに人類?」みたいなねほんで「なえこんな人とは思ってなかったわ」いうことでまあ1年後3年後10年後どうなってるか分かんない。新婚時代の 仲良しっていうのは当てになりませんしかし金婚時代の仲良しは本物です金婚って金婚式結婚50年で金婚式結婚生活50年経ってしかも互いに信頼し合い愛し合い尊敬し合っているとするならば本物の関係ですそしてそれが伊伏銀のように渋くて価値があるのはね 50年の間に何百回も試されてるからですよ。裏切ろうと思ったら裏切ることができる機会があったにもかかわらず裏切らずに相手に対する提訴を守ったんです。実は人格の関係というのは試されないと本物にならないんです。試みを経験しない関係というのはそれは本物ではない。 深い絆に成長するためには試されなければならないのです。神様は人間を作りになったけれども作った時点よりももっともっともっと深くて本物の人格的な交わりの関係に入りたいと説に望まれたがゆえにあのエデンの園の真ん中にね一本善悪の知識の実を置かれたんですね。さあ 今日はこの神様が私たちに望んでいらっしゃること、まあ、神様は愛ですよ何で愛かって言ったらね私たちを人格的に愛してるだから腕力で従わせるのではなくてね愛で語ってくださってるんです自発的な応答を待っておられるということなんですよねそしてここで言ってる神様っていうのは空想上の神ではなくてあなたをお作りになった神様ですあなたの創造主なる方ですよ あのー、僕は最近ねあの飛行機乗る機会多いんですけどねなんかね最近飛行機乗りますとね無性にねナッツが食べたくなる <laughs> <laughs> もう自分でも嫌な性格やと思いますわ「<laughs> ナッツプリーズ」って言いたくなるんですがまあ、えー、去年11月ハワイから帰ってくる時にね、えー、機内で映画見れるんですよね。 でもう56本見たんですけどね,もうね、えー、最後も疲れまして頬がみよういうことである、えー、コメディ映画を見たんですがもうなんかねもう朦朧としてるから筋覚えてないんですけど一つだけ印象残ってんのがある一人の男性がね婚約者に結婚指輪をプレゼントするんですがその結婚指輪を作るために宝石店に行ってこう言うんです。文字をリングの内側に打ってください こう打ってください「永遠に一緒だよ」ところが出来上がった見たらね「永遠に一緒かよ」って書いてあるんですよね <laughs> <laughs> こうね「ダーとカーの違い」「永遠に一緒だよ」「永遠に一緒かよ」この愛のささやきが嘆きになってるこれ。一緒かよ!」「永遠かよ!」みたいなこれをね 一時違いで大違いって言うんですだけど人類が関係する一番大きな一次違いの大違いは神に関すすることです何度もここで申し上げてますが聖書が言ってる神というのは人間が作った神々ではなくて人間を作作られた作者のことです人が作ったものは人を救うことはできません なぜなら、作品は作者を超えることができないからです。人が作ったものは人未満です。人間の宗教心がこしらえた神々は人を救うことはできません。救うことができるように思っているのは、極めて限定的なものを無限であるかのように思い込んでいるだけです。実質の救いいがなししかし聖書は 人が作った神ではなく人を作られた方あなたの作者である方この全天全地を作りになった第一原因者のことを聖書は神創造師と呼んでるんですねしかも神様は人間を作りになる時にね太陽を作るように地球を作るように宇宙を作るように作ったのではなくて太陽にも勝って偉大なものとして人を作ったんですえ太陽より人の方が偉大かよと偉大ですよ どの点点でで人格持ってる点で太陽ってねどんだけ熱くても自分が熱いということを知らないんですいやでも笑ってるやんあれは小島電機ですよ <laughs> 太陽に笑顔はないね宇宙ってどんなに広くても自分が広いということを知らない空間やからだけど私たちは小さいということを知ってるでしょなんで人格持ってるからです あの実はですね、昨年ね、あの高倉健さんが亡くなられたでしょ、僕はね、あの高倉健、大ファンだったんですよ、男の美学というかね、特にあのヤクザ路線の時なんじゃなくて、あのヒューマンドラマ編、高倉健、ポッポや、幸せの黄色いハンカチ、高倉健。 で亡くなった時にね高倉健の特集が新聞でバー出たんですがその時に本名を知ってびっくりしたんです小田合一って言うんです高倉健の本名は小田剛一そして彼はプライベートな付き合いでしばしば自分のことを合一郎と名乗ってるのです <laughs>、えー、ちょっと分かりにくくなっておりますので、えー、紹介しますと私は高原剛一郎と言いましてですね <laughs> 皆さん自分の憧れの人の本名と自分の本名が一緒だって思ったらね何とも言えない自分の名前に誇りを思わず死んでもらいますみたいなまあ自分がすごく、えー、象形しているというかねいいなこの人って思ってる人と共通点があるということを知っただけで。 何かワクワクウキウキしてき,してきますけれども皆さん神様は最も偉大な方ですこの最も偉大な方と人間はある種共通点がある神は人間を作りになるときに神の形に似せて作ったと書いてあるんです神は人格をお持ちである自由意志をお持ちであるなので人間には自由意志があります人格があります ががあありりまます。す。感情がありますそして何かを選択すす。る意思があります神が自由意志を持ちのように私たちにも自由意志を授けてくださったそれは自由意志を用いて神との交わりをすす。るためですそして神様はご自身の本線に似せて人間を作ったということの中に人間に対するなみなみならない関心があるということがお分かりになるんじゃないでしょうか。 今日ここにおいでの皆様は人間ですよ。神様に愛されてらっしゃるのです。今日この神様が私たちが知らない間に偉大なことをしてくださったんだということをひな形的に解説しているところがありますのでそれをご一緒に考えてみたいと思いますえ。旧約聖書の第一サムエル記の25章というところをお分けください。新え旧約聖書の ページです、えー、第1サムエルの25章、旧約聖書の511ページですね、これの2節3節というところをまず見たいと思うんですね、今から3000年前の歴史上に本当にあった記録です。511ページ、下の段です。 25章の二節に魔音に一人の人がいた。彼はカルメルで事業をしており非常に裕福であった。彼は羊3,000頭、ヤギ1,000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい。彼の妻の名はアビガエルと言った。この女は聡明で美人であったが夫は顔面で行情が悪かった。 彼は枯れブ人であったと書いてあるんですねまあここに一組の夫婦のことが紹介されていますで聖書の中にね、えー、まあいろんなタイプの女性が出てくるんですけれども、ね、聖書自身がこの女性は賢いというふうに紹介している女性が何人か出てきますまあ読んでてもねああなんて賢いんだろう なんんてて人情のが分かってるんだろうこの人賢い女性だなというそういう女性が聖書の中に出てくるんですが同時に聖書自身が「彼女は美人だった」というふうに紹介している女性も出てくるんですよ。美しかった美人だったってね。でもね聖書全体の中でね「美人で聡明」って書いてあるのはこの人だけ。このアビガエルと言われているこの 夫人はです、ね、美人で聡明であったつまり人が羨むようなね天は二物を与えた!」<laughs>。あもう私がどうこうする必要はないんですけどねえしかし皆さんああこ,こんなに綺麗だったらどんなにいいだろうこんなに賢かったらどんなにいいだろうと思うんですが実は皆さん美人で聡明であるということと幸せな人生を生きるということは全く別なんです。 まあ彼女の場合ねパートナーが最悪最悪ナバルという人です彼は顔面で行状が悪かったって書いてあるんですけどこのナバルっていうのはね実はね意味は直訳するとね「五一」ではありません <laughs> 愚か者という意味なんですナバルとは愚か者そしてね聖書で愚か者と出てきたらこれはね IQ が低いといいとう意味じゃないんです数学ができないという意味ではないんですよ。聖書で「愚か者」というふうに出てきましたら詩篇の中に「愚か者は心の中で神はいない」と言ってるつまり聖書が言ってる愚か者というのは人生の中から神を除外している人創造主の権威を認めない人自分がこんなにも強く 立派に裕福になったのは全部自分のおかげだと思っている人神様の恵みということが自分の人生の視点の中からすっぽり抜け落ちて創造主の権威ということを全く認めようとしない人のことを愚か者って言うんですよねだから聡明であるというのはこれは勉強ができるというよりもね 神に対する信仰的な姿勢を持っているというふうなことが示唆されていると思いますがだけどね不思議なことはねこの聡明で美人なアビガエルがなんで顔面で行帳の悪いカレイブと結婚したんやとねえー、皆さん世の中にこういうことってちょこちょこあるでしょ皆さんどうですか自分のお知り合い考えてねんでこの組み合わせありえるんでありませんそんな人。 私いくつもねえ人のことほっとけちゅうことになると思うんですけどねでねなんでこの聡明で美人なアビガエルがわざわざこの、えー、ナバルと結婚したのかって皆さんこれ3,000年前ですよね当時自由恋愛結婚ってないんです結婚は親が決める だけど親でもですよ、まあ、親だって人の子ですから、もかわいいかわいい娘をね、人格的に問題のある男のところに嫁がせたいと思わないですよ、これ。せやのに結婚してるということはね、これね、多分ねあね、アビガエルのお父さんはね、ナバロに爆弾の借金があった <laughs> 書。書いてないんだけど。 まあねこの借金の型に取られたかそうでもなかったらこの組み合わせないやろとそしてねもしアビガエルがそれほど美人ではなくそれほど聡明ではなかったらナバルは所望しなかったと思うアビガエルって言うやった,ったらね借金の型に取らないと思います生実家 美人で賢いから「求められたんですいや皆さんよかったですよね」っ <laughs> てかれますけどねつまりねあの美人であるとか賢いということはねこれ個人のレベルで見ていった時に美徳なんですけれどもそれぞれみんな良い面持ってますけどそれが必ずしも人間の人生の幸せにつながるとは限らないのではないかなと。 一人一人神様から素晴らしい賜物を私たちはいただいているのですけれどもこの世界というのは神を認めない世界です。そして強い個人は弱い個人を自分の欲望のために利用しようとしますだから破滅と混乱があるんですよねさあこの夫婦。 もう一つ節マ魔王に一人の人がいた、彼はカルメルで事業をしており、非常に裕福であったっていうんですが、このカルメルというのは、イスラエルに二か所出てきますが、これは南の方のカルメルというところなんですよね。イスラエルの南の方、南部の方に行きましたらです、ね、これはもうアラノというか砂漠地帯なんですよね。そして、このイスラエルの南部というのは、この当時、イスラエルに王様がいたんですけどね、サウルという王様です。 この王様は中央部から北の方に勢力源持ってるんです。南部の方に行きますと辺境なんですよ。網走万が一。辺境っていうのは中心都市から一番離れてるところです。つまり権力の空白地帯みたいなところがこのカルメルというところでありまして。ここのののカルメルメ南のこの えー、砂漠地帯というのはですね、えー、この砂漠地帯というのはね、東の方にエドームという民族がいてるんです。そして西の方にはペリシテという民族がいてるんです。そして南の方にはアマレクという民族がいてるんです。そしてこの三つの民族に共通していることは略奪民族です。 自分で田畑を耕して地道に働いて生活してんじゃなくて人の持ち物を強奪することによってそれをなりわにしているような民族が縦横無尽に走り回ってんのが南ですよ。そのカルメルのところでね略奪民族が 行ったり来たりしてるようなところで二節魔王に一人の人がいた彼はカルメルで事業をしており非常に裕福であった彼は羊3,000頭ヤギ1,000頭持っていたというふうに書いてあるんですが何も物を失ってないんですよ。略奪するような遊牧民族があちこちから現れては消えてくるようなところに行きながら いながら彼らの事業は非常に大当たりしましてたくさんの家畜が増え広がるばかりであった不自然なほどまでに守られてるんですよねどうして守られてるかと言いますと実はこの魔ンのこのナバルをガードしてくれていた人たちがいたんですね守ってくれている人たちがいましたそれがダビデとその部下たちだったんです5説です それでダビデは10人の若者を使わしその若者たちに言ったカルメルへ登って行ってナバルのところに行き私の名で彼に安否を尋ね我が同胞にこう挨拶しなさいあなたに平安がありますようにあなたの家に平安がありますようにまたあなたのすべてのものに平安がありますように非常に礼儀正しくね、まあ、この1年に1回羊の毛の刈り取りっていうのがありましてこの時にはご祝儀が出るんです。 そしてこの今まで守ってあげた正当な報酬をもらうことができるんですけれどもここでダビデは当然の報酬をしかしお願いしますという形で10人の若者を使わせてるんですがその挨拶,に挨拶の仕方っというのはね大変礼儀がこもってるんですね。6節に「我が同胞に」「ナバルというのはカレブ人って書いてあるように外国人です同胞じゃない。 でもね、イスラエルに来て成功しているということで尊敬してるんですあなたよくやられてますよねこの約束の地に住んでる者として同胞として私はねあなたのことを尊重しますよというそのような言い回しですよね7節、私は今羊の毛を狩る者たちがあなたのところにいるのを聞きましたあなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが 私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。カルメルにはたくさんの遊牧民族がいるのに略奪民族がいるのにあなたの持ち物は少しもなくなりませんでした。なぜか私の部下が守ったからです。しかし守ってやったからということを言わないでね少しも物がなくなりませんでしたね。と。 非常に控えめな言い方で自分の部下たちが体を張って守ってくれたことを安に気づかせようとしています。そして8節「あなたの若者に尋ねてみてください」「きっとそう言うでしょう」「ですからこの若者たちに親切にしてやってください」「私たちは祝いの日に来たのですからどうかこのしもべたちとあなたの子ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください」ね「あなたの子ダビデ」 非常に減り下った言いい方ですすよね親密さを伝えています私とあなたはまるで家族のようなものではありませんか一年中あなたの持ち物をお守りいたしましたどうぞあなたの子のように扱ってくださいあなたの子ダビデより十節説ナバルはダビデの家来たちに答えていったダビデとは一体何者だ ダビデのことなななんんんか知らいいって言うんじゃないんですすよ知ってるんですでも要するにここで言ってるのはですねなんぼのもんやと言ってるわけですね。「エッサイのことは一体何者だ」あなたの子あなたの子じゃない。私の子じゃない。エッサイの子だ」エッサイというのはですねダビデのお父さんのことなんですけど無名なんですよね。「エッサイの子何者?ま」あこれはダビデのお父さんのに対する侮辱でもあると思いますよね。 そしてさらにこう言ったんです、ここのの頃は主人のところを脱走するる奴隷が多くなっている要するに、ダビデなんて奴隷だ、しかも逃亡奴隷だ、指名手配されている犯人だ、今の王様のところから逃げてきている、そういうどこから来たかわからないようなものだと言って、なんでこいつらに私の肉をくれてやらないとダメなのかということで、追い返すんですけども、これはですね、当てつけなんです。 ダビデの部下はナバルのしもべたちに恥ずかしい思いを少しもさせませんでしたそうかじゃあわしはお前の部下たちに恥ずかしい思いをさせるからということなんです恩に対して侮辱で返してるんですでねなんでここまで強気に出れるんかなとなんでこんなに大きな気持ちになるまあそれね一年に一回ねもう思いっきり収穫を味わってね 後で見たら分かりますが、王様がするような食事をしていたというふうに書いてあるんですけども、まあ、彼はですね、気持ちが大きくなって、ダビデなんぼのもんややと。門前払いということで、彼は威張り散らしてるんですが、12節、それでダビデの若者たちは元来た道を引き返し、戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、命名自分の剣を身につけよと命じたので、皆、剣を身につけた。 ダビデも剣を身につけた400人ほどの者がダビデについて登っていき200人は荷物のところにとどまった私は聖書の箇所でですねいくつかもう本当に怖いないという箇所ありますけどその箇所のうちの一つはここです。恩に対して、えー、侮辱で報われた時にこのダビデという人は。 えー、拳を振り上げたとかね、えー、激怒したとか大声を上げたとかそういうねパフォーマンスがないんです人間ってね本当に怒った時ね最低限のことだけ言って感情を押し殺して本人の前目の前で一気に爆発しますよね本当に怒った時にね「めいめい剣を身につけろ」と言って 自らも完全武装してこののナバルの家に殴り込みをかけようと決めたんですもう今ねこのね本当に怒ってるダビでしかもねこの若者たち400人一緒に行くんですけどねお腹空いてるんですお腹空いてたら皆さんも凶暴になるんじゃないですか <laughs> 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 今ダビデの前に立ち塞がったり横切ったり まあ,まあまあまあっていうのはね危ないもはや誰もダビで止めることできないもう本当にもうカンカンになって怒ってそれを静かなその表情でね怒りを抑えながらまっしぐらにナバルの家に向かって進んでいくもうこの段階でですねナバルはもうダメですこれはもうおしまいですよね ところが、14節その時ナバルの妻、アビガエルに若者の一人が告げていった、ダビデが私たちの主人に挨拶をするために、荒野から使者を送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。17節今あなたはどうすればよいか、よくわきまえてください。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしています。ご主人は横島なものですから、誰も話したからないのです。よそこまでになる これねえらいことになってるんですけどねえらいことになってもナバルには言わないんですよ。それををね耳の痛いいことを言った人がひどい目に遭ううからででですよもうイエスマンで固めてるんですね自分の気持ちを不愉快にさせるような報告はたとえ真実なアドバイスでやったとしてもねうるさいということで逆恨みされるので。 ご主人は横島なものですからとそのご主人の奥さんに言ってるんですよ。あなたのご主人は横島なものだから誰も話したからないんですラビガエルもせやろうみたいなねえさあここからですこのアビガエルはダビデの怒りをなだめるために3つのものを差し出すんですね第一番目はダビデの部下への食料です。 18節そこでアビガイルは急いでパン200個ぶどう酒の皮袋2つ料理した羊5頭入麦5世や干しぶどう100房干しイチジク200個を取ってこれをロバに乗せ自分の若者たちに言った私の先を進みなさい私はあなた方についていくからただ彼女は夫・ナバロには何もつげなかったなぜつげなかったかと言ったらねこれつげたらね持っていくのやめておけと言いますよもうね相談できないのこの人 で賢いからアビガエルは相談して手間取っているうちにダビデの軍隊が来るってこと分かりますから主人に無断でプラーッと料理でねこの料理のところでですねこの料理した羊ことこれポイントですよね料理した羊ですから焼いたということはねええー、いするんですよ 皆さんあの、ラーメン屋の前通った時にね食べるつもりないのにクッと店に入ってしまうということ <laughs> ありませんかええ日本でみたいな感じもうねお腹ペコペコのその若者たちが400人しかもカーッとなってるんですが、えー、その羊ごとパタ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 ,パタ,パタ <laughs> この香りはね強力な説得力ありますよまず食おうみたいなねなだめの香り <laughs> まず腹満たそうよこれねこれ先頭に持っていってるというところがね賢いアビゲル。フッねえ しかし本当に彼女がすごいのはここからです。23節アビガエルはダビデを見るやいないや」「急いでロバから降りダビデの前で顔を伏せて地面にひれ伏した」「彼女はダビデの足元にひれ伏していった」「ご主人様あの罪は私にあるのです」「どうかこの橋ためがあなたに直に申し上げることをお許しください」彼女はね「あんなバカなことしたのは」 うちの亭主はアホやからですってあいつが悪いんですって言うんじゃなくてねあの罪はあなたに対する侮辱の罪は私にあるんです命投げ出してるんですもちろんナバルがやったことですでもアビガエルはナバルの妻です運命共同体 夫の不始末は私にあります。私は逃げません隠れません私は夫の罪を負ってここにまいりましたあの罪は私にあります自分だけはなんとか逃げきろう逃げきろうというようなねこう自分を安全権に逃がそうというところが全然ない腹くくってるんですどんなことがあってもあのナマルの家に ダビデの剣が及ばないようにするために立ちはだかってるそのためにね私に罪がありますあの罪は私にありますと命がけでここで出ていますそして26節今ご主人様あなたが血を流しに行かれるのをとどめご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられあなたの魂も生きておられます」どうかあなたの敵 ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナバルのようになりますように。ここでねダビデの使命を思い出させるんですね。あなたはやがてイスラエルの王様になられる方です。ナバルのやったことは間違いなしに罪です。しかしあんな男を個人的な支援で恨みで手打ちにした時後々あなたの王のタイトルに 汚れがつくんじゃないですか。あなたのよお名前にお名前が汚されるんじゃないでしょうかそして今あなたがナバルの家に到着する前にこの時間帯に私が間に合ったということ自体の中に神様のストップの御手が働いてるんじゃないでしょうかもう少しタイミングがずれていたら私たちは命がありませんでしたしかしあなたが手を置く下しになる前に 私がこの場所に間に合ったということ自体の中に神様の手が働いているとお思いになりませんかあなたは最終的には崇高な使命に立たれる方だからあんな男に対して私事の恨みであなたのお名前が傷つくようなことがあってはならないですということであくまでも彼女はねダビデの栄光を求めて そしてそれをとどめようとするんですよね。人間の罪というのは人間が仕返ししなくても神が裁いてくださる。あなたは自分で裁きをなさらないでください。神様はそれをご存知の方ですから。ということで怒りに目がくらんでいたダビデに冷静さを取り戻させそしてこの。 流血を避けるようにしたって言うんですね次のページ見てくれますか35節ダビデはアビガエルの手から彼女が持ってきたものを受け取り彼女に言った安心してあなたの家へ登ってきなさいご覧なさい私はあなたの言うことを聞きあなたの願いを受け入れたさて皆さんこの記事がなぜ旧約聖書に載っているのかと言いますと ダビデの怒りを過ぎ去らせるためにナバルの前に賢い妻アビガエルが身を滑り込ませて体を張って鳥なしかばってくれたからこそナバルが助かったそれと同じようなことが実は私たちの身の上にもあったのですよと語っているのですダビデの怒りを なだめるためにナバルの前にアビガエルが立ち塞がったように罪に対する神様の怒りを鎮めるためには神はイエス・キリストという方を私たちに使わせてくださったのですキリストは全く罪のない方でしたこの全く罪のない方が十字架の上にかかってそして 苦痛の中で一番最初に口をついて出てきた言葉は「父よ彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです」と今日ここにいらっしゃる皆様のために祈り取りなしてくださったんです。あんなアビガエルのような妻がいたらどんなにいいだろう。皆さんアビガエルとは比べ物にならならいほど あなたと運命共同体となられることを望みあなたの永遠の幸いと祝福を本気で願って自らの命を投げ出してくださっている救い主イエス・キリストという方がいらっしゃるんです。でこの例えでね一つね決定的に違うことがあります。ダビデはナバルを血祭りにあげてやろうと思って。 行くんですがアビガイルの説得によってその矛を収めるんですけど皆さん神様はね私たちを許したい方なんですよ。私たちを許したくないんだけれどもイエス・キリストが十字架の上で償いの命を捧げて祈ったのでやむなく許すというのではなく神自らが実は私たちを許したい祝福したい取り戻したい 永遠の地獄ではなく永遠の天国に私たちを引き寄せたいと心から願ってらっしゃるそしてこの神ご自身が救い主イエス様を送ってくださったんです36節ちょっと見たいと思いますアビガイルがナバルのところに帰ってくるとちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような 宴会を開いていてたナバルが上機嫌でひどく酔っていたのでアビガエルは明け方まで何一つ彼に話さなかった朝になってナバルの酔いが冷めた時妻がこれらの出来事を彼に告げると彼は気を失って石のようになったこの「気を失って」という言葉はヘブライ語の直訳ではね「彼の内側で心が死んだ」という言葉なんですよ。 この気を失って石のようになったと言ったらなんか気絶してるみたいですよねもう意識なくてバターン倒れてねもう何も考えられない失神状態というイメージを持ちがちなんですけれどもそうではありません彼の内側で彼の心が死んだ、えー、要するに意識はちゃんとあるんですけど彼の心がもうねへなへな もう力が出てこないぐったりしてしまったもう元気が出てこなくなったっていうふうに言うんですけど、えー、なんで元気出てこなくなったのかとこれで私3つぐらい理由があると思うんですね一つはねあの自分に黙ってたくさん贈り物を出したということを怒ってると思いますこの人 <laughs> それで助かったやったら大儲けってそんな玉じゃないよこれ羊5頭を出したんかおいみたいなね もうね自分に相談もせんとたくさんの贈り物を出したそして同時にダビデの剣が目の前まで来ていた妻の取りなしでかろうじて助かったって言うんですけど彼はぐったりしてるんですが10日間の間一回も「俺はバカだったと」と自分のことを責めることはないしダビデに謝罪の使いを送ることはないし。 アビガエルに「お礼一つ言ってません」彼はただ心の中で「走んどこれだけなんです」つまりね悔い改めてないんです自分の知らない間に命がけでここまでのことをしてくれたその妻を見た時に「ありがとう」って出てこない38節10日ほど経って 主がナバルを打たれたので彼は死んだこの10日間彼は神の前に出て悔い改めたというようなことは一切記録されていないのですそしてこの記事は私たちに対して非常に大きな警告とまたアドバイスを与えてるように思うんですよねナバルの知らないうちにアビガイルがすべて 救出のために必要なものを整えてくださったように私たちの知らない間にキリストが私たちの魂の救いのために必要な全てを整えてくださいましたこの方の十字架と3日目の復活これによって私が生まれる前にすでに私の罪の許しを神様は完成しておいてくださったそれを後から聞かされた私たちは 聞き流すのではなく。嘲笑るのではなく、嘲笑うのではなく。真面目に検討していただきたいのです。私たちはいつか死にます。永遠に生きる人は誰もいませんよね。この生きてる間に、私たちにはチャンスがあります。それはあなたの罪の赦し、救いは全部終わってるので。あとは、この方を受け入れたら良いだけなのだという。その。招きです。 どううししたらいいでしょうか私たちは自分のアビガエルあなたの救い主イエス・キリストを頼ってこの方を自分の救い主として信じることですね以前あのここで少しお話したことがありますけどあのもう引退されましたけどねフィギュアスケートで鈴木明子さんという方がいらっしゃいましたねで中学時代の時からも天才少女天才少女というふうに言われてたんですけれども 高校になった時に表現力は抜群なんだけれどもジャンプが弱いと言われるんです。その頃は女子でも3回転3回転半っていうねなんかもうジャンプの回転数がすごく大きな点数になっていくんですよね。で日本には実はジャンプのコーチで日本一という人がいます。長久保というコーチが東北福祉大学にいらっしゃったそうです。それで 大学は地元の名古屋ではなくて仙台にある東北福祉大学に行こうとするんですが高校までは料理をやっていたお母さんが食事のコントロールを全部やってくれて油も出ないようにしてそして体重のキープをしてたんですけれども一人暮らしを始めた途端に「体重が増えてきた」っていうふうに言われたくない特に高校から大学にかけて女性の体というのは大きく変わります。フィギュアスケートというのは スピードを競うゲームではなくて、見られるスポーツです女性が自分の体型いろいろ変化していくのをすごく意識して、そしてそのことを気にするような選手としてはそれが気になって仕方がないというスポーツですよね。それで太っちゃダメだめだということで、自分で食事制限をやっているうちに、摂食障害になるんです。大学に行って1か月半で体重10キロ減るんですそしてね 身長1 6 0ンチで最終的にね3 2キロまでになるんですよ。ということで一旦家に帰されてそしてまあ治療をしましてね、まあ、そこでもいろんなことがあるんですが治療をしてそしてもう一度回復ということで大学に戻った時に荒川静香さんが世界選手権で優勝するその 試合をコーチと一緒に見たそうですもう自分はねまだ40キロ立てないからリングに,リンクに立てないんですけどもねでもね日本人がフィギュアスケートで金メダルを取る一番高い台に上ろうっていうのを見た時ね思わずねもう本音の本音が出てきてね「あ私もオリンピックに出たい世界選手権に出たいメダリストになりたい」 金メダリストになりたいって言ったらコーチがね「乗れるよどうしてですか?」誰が教えてると思ってんの?」って言った全然俺俺が教えてんねんでなんで取られへんねんとまあこれね味方によったら傲慢のやっちゃうとなやつちったと思うんですけどねあのね 「もっと自分を信じなさい」とか「そんな弱気でどうするんだ」というふうに言われてたら私の心は折れていたことでしょうって言うんですよ。でもね私はジャンプの教え方では自信があるんだと「俺に任せてついてこい!」と絶対的に信頼できる指導者と結びついたということが2回のオリンピック出場とそして表彰台に立つというね その結果を残したことだっとんですつまりね彼女は絶対的に信頼できるコーチに委ねたのです私たちにも絶対的に信頼できる救いい主がいますこの方に信頼するこの方に自分自身をお任せするこの方を自分の救い主として受け入れるということですねぜひそのようになさって永遠の命を頂い,いてください心からお勧めしたいと思います